はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。キバーグでーす。めちゃくちゃ寒いね。超寒いね。2度しかない。私たちは今日ドライブに行きます。イエイ。またエニカのアプリでスポーツカーを予約しました。ずっと前から私はその車が好きで、今からはその車をピックアップしに行きます。はい、ということで今駐車場着きました。おお。かっこいい。いやーめっちゃいい。やば。あんま入らない。あ、ごめん。ごめんなさい。いや、わかんないかな。これぐらい？お、ベリーエレガントだね。いや、全然。ジャンプインする？ジャンプインはしない。いや、だあれ、本当になんか。すごいね。すっげー乗りづらいんだけど。めちゃくちゃスーパーカーはこういうもんなんかな。ああ、いやすごいよ。何がすごい？信号待ちしてた人全員見てたよ。ちょっと今大通りに出てきたけど、はい、ちょっとブンとして、ほお、すごっ。すっごい速いんだけど。道のデコポコが全部感じられる。そう、日常的にはきついかもね。音全然すごいよ。めっちゃ気持ちいい音をする、ね、ブーンって。前にモーター積んでて、後ろはエンジンなのよ。前のタイヤはモーターで動かしてて、後ろのタイヤはエンジンで動かしてるの。すごいいい音するんだけど、うん、いい音する。これまさかのまさかエンジン音をマフラーから出してんだって。サウンドでフェイク。そう、やだだからすごいいい音するんだけど。騙してる。その人間の感覚的に気持ちいい音をわざと出してんだって。やだー、 PM やだー、そういうのやめてほしいな。すごい、なんだろう、うわ気持ちいい。もう今だってあれだよ、1センチぐらいしかアクセル踏んでないからね。ちょっと踏んでみるよ。 OK。 カメラが死んでる。マジで加速速いんだけど。うん、そう、電気自動車ってこんな速いの。今度電気自動車も乗ってみたいね。テスラとかも。テスラに乗りたい。はい、ということで今からちょっと今高速乗って移動していきたいと思います。まだどこに行くか言ってないよ。この動画でどこに行くかまだ伝えてないけど。ドライブに行きますって言ったけど。私たちは今日は静岡県に行きます。浜松の浜名湖に、うん、うなぎを食べに行きます。そう、この車何キロまで出る？メーター260キロまで出る。じゃあ200キロぐらいは余裕出るんじゃない？ちょっと加速しますよ。はい、おお、やった瞬間ドーンって前にこう突き進む力がすごい、パワフルすぎるね。いい匂いする。何？いい匂いする。うわー気持ちいい。これは気持ちいい。今三日日インターで降りたら、三日日みかんのとこだね。そう、みかん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 とうなぎ、みかんうなぎうなぎみかんみたいな感じ。そうそう、うなぎのレストランに向かってるんですけど、それめっちゃ人気があって、どれぐらい待つのでしょう。ここにeドライブモードってあるんだけど、これを押すと完全に電気自動車モードになるから。本当だ、もう今聞こえなくなった。あ、電気自動車こんな感じなんだね。すごっ。うわすごい、この運転モード。風の音しか聞こえない。これ未来はこうなるってことでしょ、うん、全部電気自動車になったら。あ、静かな。私はいいけど、タカは楽しいんじゃない？まあ、俺はエンジンが欲しいかもしれない。だよね。レストラン
に着きました、ね、車パンパンで外でも人が立って待ってるから、うん、10組待ちってことだね。待ちます。ゆっくりします。うん、お腹すいたよ、タカ。今1時間待ってます。1時間20分だよ。ほんまや、ほんまや。あと何組待ってるか見てくるわ。お願いします。嬉しいお知らせ、あと1組次やった。もう本日終了って書いてあったから、もう今から来た人は食べれない。普通に11時前に来た方が一番ベストだよ。それはそうかもしれない。こんなにご飯に待ったの久々だよ。私たち2人とも待つのが大嫌いだから。やばいよ、1時間以上待つってもう奇跡だよ。だからもう1時間以上待ちの美味しさじゃないと、そうだね、もうやばいよ。正直にコメントするよ。あれ、うん、来た方がいいかどうかはっきり言う、ね、呼びに来たよ。呼ばれましたよ、ようやく。やったやった、行きましょう。この車から出るのが全然何もかっこよくないよ。うん、ハンドル、ハンドルあった。お腹すいたよ、タカ。早くしてくださいよ、タカ。カメラを持ってくださいよ、タカ。待ちましたね。めちゃくちゃ待ったよ。今も待ってます。店内はね、そこまで広くなくて、まあそうだね、テーブル席が3つとカウンターが1列。これは待つよね、これはね。お腹すいた、本当に。いや、私もお腹すいた。はい、来ました。はい、ありがとうございます、はい、失礼します。わお、せーの。おお。うわー、ツヤツヤ。いい匂いする。熱いのかな。うん、うん、めっちゃ熱いけど、めっちゃとろーりしてるけど、焦げの味めっちゃ美味しい。ほんとふわふわだね。で、ちゃんと焦げの味がついてて、乾燥がうまい。これ本物のなんかちょっと粗めの山椒だからめっちゃ美味しい。ほんと、全然味変わるじゃん。雰囲気全然変わるじゃん。俺はそのままの方が美味しいわ。ふん、言うと思う。ごちそうさまでした。めっちゃお腹いっぱいじゃない。お腹いっぱい。中は注文したけど、意外とこれご飯が1匹ね、うん、全然足りる。というわけでお腹いっぱいうなぎ食べました。おいしかった。今からちょっと外の景色を楽しんで玉名湖に行きます。これはどうやって出るのがかっこいいんだろう。こうかな。頭当たらなければいいけど出れない。お尻が重たすぎて出れません。片足出してこうか。ああ、そうそう、それあ、エレガントだった。ああ、それエレガント。意外と。それで浜名湖に着きました。ロープウェイ乗り場浜名湖オルゴールミュージアムって書いてある。はい、というわけでチケット買って早速ロープウェイに乗って行きます。もう着いた。到着しました。2、3分ぐらい乗ったかな、ね、まあ、展望台になってるとオルゴールミュージアム、日本で、ね、一番でかいオルゴールミュージアムが。あ、そうなんだ。ちなみにさっきのロープウェイ、日本で唯一の湖の上を通るロープウェイだってって言ってたね。ね、展望台行こうか。そうだね、すごいよ景色。すごいよ、全部見える。本当だ、これいいね。レナさん、髪の毛が全部飛んでいきますよ。
よ。はい、というわけで今ロープウェイから降りてきました。また帰ってきました。こっちに遊園地があるよ。そう、パルパルなんとか、浜名湖パルパル、これめっちゃ昔ながらの遊園地、本当にボロい一昔前の遊園地って感じ。そうだね。まあちょっとなんか入ってみようかなと思ってたけど3600円、意外と高い。ちょっと高すぎる。おお、ボロいと言ったでしょ大丈夫、なんかめっちゃきしみ音聞こえるよ壊れないかなというわけで動画としてはここで終わりにして、ではこの動画が面白かったならいいねボタンを押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。